ヨガハソコソサマーありがとうございます。すいません、いつもいつも終わりがけに。また大丈夫な時は声かけてください。はい、ありがとうございます。じゃあ前で叫んでみんな、ね、ダメな時は気をつけて。はい、秋はね、秋の夕日は鶴瓶落としているからすぐ暗くなっちゃうと思うんで、今日はねもうちょっと諦めて写真撮りすぎてしまったんで、はい、どうですかこの景色。これですね、すごい。下にあるのは元旧道、昔の道ですね。今はこんな綺麗な道になりました。ダムを作るにあたってこの新しい道ができたそうです。見方半端じゃないね。恐竜部、すごい、すごい景色がいいんですけど、やばい、日が落ちてきた。はい、ユニシカダムにやってきました。最後の今日はダムにしよう。日本で一番最初に、トップを取った水陸両用ダムツアー。あれが、最初は河津ダムで、ユニシカのダムができたらば、水陸をやりますよ、その前にまずは試験で河津ダムでやった。その時にあの第1号に私が乗った、ガイドで。何言うか、頼まれてね。はい、というわけでユニシカのダムにも来てみました。すごいこの迫力、半端じゃない水量ですね。いやー、すごいダムです。今日はね、ダム巡り、そしてこの紅葉、このコラボレーションをね、思いっきり楽しんでみました。シーズン的にはちょっとこの辺の山もね、終わりになって、一部にはもう雪なんかも降ってたりするんでね、もう行くとしても来週だけど、俺がアップできるのは来週になってるから、もうシーズン終わった頃にアップしちゃうかもしれませんけど、ぜひともね、来年皆さん秋の紅葉と水ダムね、あと、前回紹介しました日光の滝もね、良かった、こういうところをね楽しみながらサイクリングするのはいかがでしょうか。というわけで今回は、ダムと紅葉のコラボレーションをお皆さんにお届けいたしました。ぜひともまた新しいことをどんどんやっていきたいと思いますんで、チャンネル登録ですね、していただけると画質が上がる。もうね、ビットレートが低くてね、せっかく綺麗に撮ってもね、見た時はっで終わっちゃうんで、お友達も誘ってチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。はい、本日も我が愛車ニールプライドのゼファー君、いっぱい走ってくれてありがとう。パンクしたけど無事復活できて、
なんとか安全に帰ってくることができました。いやー、本当ね、この振動吸収が良くていいバイクです。でもですね、本当問題は体力がない。体力ないと楽しめないな。ここちょっとね、改善するためにはどうしたらいいんでしょうね。でも本当紅葉いいですね。日本人に生まれてよかった。しかし寂しい。今回もとてもいい旅でした。また来年も来たいな。帰ろうと思ったら電車そうだ接続ろくなんないんで、結局30分鬼怒川で過ごさなきゃいけないんで、だったら鬼怒川まで降りてって鬼怒川のいい温泉入ろうかな。というわけで鬼怒川に向かいます。
まりました。鬼怒川温泉駅到着です。いやよいしょ。日光はなんかこういうお地蔵さんだからなんかよくわかんない。好きだねこれね。これはね絹太郎さん、はい、絹太郎さんは鬼ですね。どんぐらい走ったかログも取ってないんでよくわかりません。登ったり降りたりしたんでね、どうなんだろう。獲得標高1000行ったかな行ってないぐらいだと思うんだけどね。疲れました。いやーほんと体力欲しいです。なんとかかんとかね帰ってきたんで、今回は温泉入ってねちょっとのんびりしてそれから帰りたいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。はい、というわけで今回のですねライドを初めてストラバー使い始めて、今までねロードバイクプロっていうのを使ったんだけど、ストラバーでロゴを今度は撮っていこうかなと思います。今回の走行距離が67キロ、獲得標高が2065、絶対なバカな、そんなに登ってないでしょ。ピークが怪しいところとかある。それ何、なんかおかしいな、絶対おかしいな。ほら分かりますか、これ 51% ってありえんでしょ。どこよ、これはこれ、トンネルの中だ。トンネルの中も要は地形で標高を取っちゃってるのね。どうやって行くんですか。この赤くなってればねいいんだけどね。ないの、方法は。いやね、詳しい人いたら教えてください。あ、結構いい加減なとこがあるな。こんなとこ取ってねえぞ。結構よく見てないとこれ。変なとこ取ってんな、おい。これそんな道にあえてそんな道を通る。ちょっと細かくチェックしてみよう。今回川路、この辺の鉄道とかももうちょい出してほしいな。はい、川路湯本駅をもうちょっとこのぐらいかな、このかな、はい、出発いたしまして会津西街道ねに入りました。はい、で会津西街道をぐーっと登ると、はい、伊万里ダム、この辺から見る、この辺から見たのと、あとはこのダムのね、展望台行ったところに行ってる。こうやって行ったら行くかな？行かねえよ。はい。で、この碇ダムを越えて、ずれてるけど、トンネルの中をくぐってるってことは、つまりここもすげえ高度なんだろうな。高度か。高度あるか。どこ？どこにいる？これ、ここだ、ほら、ここ怪しい。 90.5% も登ってます。まさか登れるか、登山だよ、ロープ使わないと登れねえだろ。まあこういう怪しいとこなんで間引かないとダメだね。この伊万里ダムから隣の塩湖っていうのかな、本当にいいのかな。はい、ここの川路ダム行きました。はい、川路ダムを越えてしばらく、これは何街道っていう書いてなんか風景街道っていうのは、まあ、この鬼怒川の上流なんですね、ここってね。実はね、鬼怒川が下からギューッと登ってきて、こっちこう鬼怒川をね、こういう風にこれ鬼怒川なんですよ。鬼怒川の上流をひたすら遡上して、こうね、ところどころにその汽笛、
どこだったかもう分かんない、どこで撮ったか分かんないけど、こういうとこなのか、綺麗なスポットがいっぱいありました。分かんねえな。どうぞ、このあったポイントをここに持ってきたのか。ほうほうほう。そうすると怪しいことが起きないですけど、はい、というわけで、できました。はい、この川事故を越えてトンネルの手前で、お、弓道入れるじゃんと思って弓道に入って、ここで封鎖、なんだよ、いけねえのかよということで戻りました。ちなみにね、これこの先行けたのかなーと後になってみたら終わってました。終了ー、チューッ、行かなくてよかったのかもしれないと。というわけでチューッと戻ってきたここら辺でパーンとパンクして終わりました。でこのトンネルのね横あたりで修理してました。また怪しいぞ。んねだろ、なんで変な道行きたがるんだろうな。ここですね、ここで、はい、通常のね川又温泉線、川又温泉線が普通なのこの辺と、この123号線、川又温泉の方にね行く道です。前はこっちの方から、このそうだね、霜降り高原を越えてこれ降りてきました。で今回は下から登る。でここを行ってすぐのここか、このポイント、ダムダム書いてねえの、泥部川になったね。あった、ここにねダムあるのにダムが書いてないです。はい、ここがダムのアーチだったんですね。これを越えて川又温泉、黒部西川線か、黒部西川線に入ってきました。この黒部西川線を登ります。結構きついです。そうすると黒部川をひたすら遡上すると、黒部湖どこにあるの、まだ上、いやいや行き過ぎ行き過ぎ、黒部湖もない、黒部ダムがない。結構そういう情報がない地図だな。黒部ダムとか泥部の町とかってどこなんだろう。なんとなく多分この辺が泥部の町だったんじゃないかなと思います。ということは、町に登るちょっと手前だから、この辺に、道が分かれてるけど、この辺が泥部ダムなのかな。なんとなくそんな気がします。もうわかりません。あ、このほら急激の落ち込みとかそうだよね。ダムじゃなきゃこんな落ち込んでることありえないけど、ここがきっと泥部ダムです。で泥部の町を越えて、こっちの方奥行くと会津行きます。でも会津なんか行ったら帰ってこれないので、ここを石川線の方に登って、で絶景ポイントがここだったかな。こっからね、この会津の奥の山とか見渡せる、とってもいいポイントがこの分岐点から行ってすぐのところです。で、またひたすら下ります。下って、下って、下って、この川沿い、何川っていうんだろうね、これね。西川、そのまんまかい。西川の、西川を下って、西川に、到着は、あ、この辺がユニシカの街ですね。キニック参道さんがね、この辺になんだ合流するあたり、このあたりかな、このあたりに焼肉参道さんがあるはずです。全然わかんない。キニック参道さん多分この辺で、それをまた下ってご飯食べたら幸せになって下ってきます。はい、ユニシカのこの川を延々と下っていきます。ここにね、旧道があって走れるらしいんですけど、体力的にもうそんなことしたら死んじゃうんでやってません。西川を延々と下って、下っ
た走ったら綺麗なんだろうなと思いながら、はい、到達したのが西川ダム。ちょっと来いと、はい、はい、西川ダムですね。あれ駅ねえの、鉄道ないの、これそういうなんか情報がねえな、わかんない、はい、わかりません。とにかく西川の駅を、駅が多分この辺だと思うんですね。で、西川の駅を抜けて、ああ余計なことしてしまった、乗り直しで、で伊万里湖にやってきます。で、伊万里湖の横を抜けて、で、またトンネルに戻って、伊万里ダムを戻って、ここはね、ダムヒルははっきり言って気持ちいいです。はい。で、川路の温泉を抜けて、続いては竜王峡を目指します。はい、竜王峡、このままなの？そういう橋、道の名前？で、もみじ、なんだっけ、一連でいいのかな？もみじラインの合流点とぶつかったら、ウィーンと降りて、竜王峡ラインの下をひたすら国道は通ります。はい、自分の何？会津西海道っていう名前になるの？会津西海道を下ると、まだね、いつの間にか、どこだ？どっか、ずっと前か。伊万里ダムの方が、伊万里ダムからずっとね、鬼怒川の、横を走り抜けていきます。まあ、というのも、鬼怒川をひたすら下って、で、今回の、こちら、鬼怒川温泉駅。鉄道をもうちょい借金出すよ。はい、鬼怒川温泉駅に着いて、ここで切符を買って電車の時間を調整しながら、あと土日とかね、ハイシーズンはもう席ないんで気をつけてください。とにかく早めに行って席確保して、で、あとはこちらのホテル三日月、ここの温泉多分ね、鬼怒川の中で俺は一番いいと思います。さすが三日月。あのね、お湯の質もいいし、湯の量が豊富。しょぼいホテル行くと、かけ流しとか言いながら全然循環してて、塩素だらけとかね、ひどいとこありますけど、このお湯はもう本当にピュアで、非常にいいお湯で。というわけで、今回の旅を保存いたしますと。はい、ではどうなったかを見てみると、はい、走行距離は 69.6 メートル、あ、2メートルじゃねえよ、 69.6 キロ。正直、取ったり戻ったりしてるので、距離ね、70キロは楽勝で超えてます。そして獲得標高は 2134 メートル、まあ、この誤差とか引いて2000も登ったんだ。結構空来るわ。1000人ぐらいなのかななんて思ってたけど、スタートが400で最高の地点で、最高地点が1207メーターぐらい、まあ、1200メーターぐらいなので、高度差は800メーター。ああ、それを登ったり下ったりを繰り返してると、気づけば2000メートルも獲得標高があるってことになるんですね。という今回の旅でした。このね、トラバーは誰でも見れるように、データをね、載せておきますんで、後でリンク貼っておきます。ぜひとも参考にしてみてください。まあ、この距離なら日帰りで普通の人なら行けると思います。で、温泉はぜひともね、ここの、体力なかったら、ここのユニシカーのね、駅の横にある、温泉に入って帰ってもいいです。で、余力があるならぜひともね、鬼怒川を下って、これ登ったり下ったりなんで何気にしんどいんですけど、何キロぐらい走るんだろう、20キロぐらいなのかな、20キロもないかな、20キロぐらいもっとあるのかな、結構じんわり体にくるコースですけど、で最後の方はね、寂れた鬼怒川の温泉の景色を堪能できます。
最初のねプロローグの中で電車の中から見たと思いますが、閉鎖してるねホテルがいっぱいある非常に寂しいエリアを抜けて、とっても素敵なねホテル三日月の温泉がありますんで、ぜひともこちらの温泉をね堪能していただければと思います。というわけで、今回の旅はこれにて終了となります。今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。おはようございます。今日も日光です。舗装ダイヤ橋をですね、回りますとこっちの舗装峠方面、